中川先生と読むドラッカーのマネジメント。ここは完全に一塊のセクションなので一気にいきたいと思います。そのテーマは企業の社会的責任。実はドラッカーの研究というのはですね、この企業の社会的責任論の基礎を作ったものとして知られるんです。まさにここがドラッカー経営学の真骨頂。実はドラッカーってコンサルタントとしてビジネスをどうやってうまくするかではなくて、企業というものが今日社会と共存していくためにどうあるべきなのか、こちらにこそ力を割いたわけです。そんなわけでぜひドラッカー経営学の真骨頂を学んでいただきたいと思います。企業の社会的責任、コーポレートソーシャルレスポンシビリティと呼ばれて、まあ CSR なんていうふうに日本でも海外でも略されたりするんですけれども、これっていうのは今日においてどういう概念かといえば、企業というのはただ利益を上げれば良いだけではいけないのだと、企業と社会とは長期的にずっと関係を取り結んでいくものなんだから相互依存関係にありますねと、お互いに影響を与え合っていると。このような関係にあるのだから、社会に対して責任ある行動というのを企業の側が取っていかなければ、社会の方が崩壊してしまいますよね。だから企業はきちんと利益だけではなくて、社会にとって責任ある行動をしなければいけません。これが企業の社会的責任という概念の基本的な説明になります。で、先ほども言ったんですけど、ドラッカーという人はですね、いち早くこの企業には社会的責任があるんだということに気づきまして、なぜ企業は社会的責任を果たさなければいけないのか、そこのところの理論的基盤を整え、じゃあ実際に企業はどのように行動していくべきなのか、ここのところの方法論を整えた方として知られるんですね。このドラッカーから企業の社会的責任は始まっていき、発展をしていきました。かような意味において、各種のドラッカー経営学の中でも、この社会的責任論の整備こそが、ドラッカーの最重要貢献だと見る人もいるんです。その他にもいろいろドラッカーさん成しているわけなんですけれども、そんなわけで、ここはまさしくドラッカーの一番思いがこもったセクションなわけです。最初に、このドラッカーの提唱した企業の社会的責任論の大枠を伝えてしまおうと思います。ドラッカーの理論というのはですね、企業というのは今日、ゴーイングコンサーンなんだ。このゴーイングコンサーンというのはキーワードですね。コンサーンというのは、まあ関係がある、関わりがある、影響を与え合っているというような意味なんですけども、ゴーイング、継続的に永続的ですね。すなわち、ゴーイングコンサーンとは、長きにわたって影響を与え続ける存在、お互いにケアし合っていかないといけない存在、それってどういうことなのか、企業は何にとってのゴーイングコンサーンなのかといえば、社会というものにとってのゴーイングコンサーンなんだというわけです。そう、企業ってどうやって出来上がってるかといえば、その社会というものから人を預かり、その人の人生の、まあ、なんて言ったって1日の8時間以上預かるわけですよね。人材を預かり、あるいは社会からお金を預かり、天然資源を預かり、あるいは電力とか水なんかを預かり、あるいは地域社会から場所を預かって、で、さらには国から様々な恩恵を被って、こういった様々なものの支援の上に企業は成り立っている。じゃあ企業というのは何をしているのかといえば、その社会に再び価値ある財、サービスを提供していると。このようなものが基本的な関係にあるわけですよね。だとすると、企業の側が社会に対して悪どいことを行う、人をブラック労働で使い潰してしまったり、社会から預かったお金を浪費してしまったり、地球資源をめちゃくちゃにする、地球環境をめちゃくちゃにしてしまったり、あるいは世話になってるその地域社会や国に対して悪事を働いたりしてしまっていては、もう地域社会の側が、あなたどうかこの社会から出てってくださいというようになってしまうわけですよね。はたまた、そうして社会の方を悪いものに、社会に悪影響を与えて社会を破壊してしまったとしたら、社会の側から十分な資源を得ることもできず、良い商品を作ることもできない。お互いに非常に密接し合った存在なのであると。だからこそ企業は社会に対して責任ある行動をしなければ、社会の側が持たない。それって結局企業も存続できないよね、ということになるわけです。かくして商品サービスで貢献するのみならず、その企業活動も持続可能で社会の発展に資するような活動でなければいけないのだと、このようにドラッカーは論じたわけなんです。
それでは具体的にどのようにして社会に対して貢献をしていけばいいとドラッカーは述べているのか。第1のステップはまず我が社に企業に求められている社会貢献、解くべき社会課題って何なのか、問題を整理すること、これを整理しないといけないよねと。もう何でもかんでも社会貢献的な活動をやればいいというわけではなくて、我が社として背負うべき責任はどこまでなのか、これを明確にすべきだというんですね。そのためには第1には、恋であろうとなかろうと、自らが社会に与えている影響はどのようなものか、これを分析しましょうと。製造業であれば様々ないろんな汚染物質を垂れ流してしまったりとか、そういった地球環境上の配慮もありますし、労働者を使っているのであれば、まあ一般的にどんな会社も働き手さんを使うわけですよね。その人にとって継続的に働けるような環境になっているかどうか、あるいは地域社会に対してどういう影響を与えているのか、自らの活動において、そう、繰り返しますが、恋であろうとなかろうと、我が社はどのような影響を社会に与えているのか、それを総合的に分析しましょうと。社会に提供した商品やサービスだっていろんな影響を及ぼしますよね。たとえその商品がどれだけいい商品だと思って出したとしても、その悪影響というのはやっぱり必ず生じてしまう。面白いゲームを作りました。ところがそれでゲームで飲み込んで日常生活うまくいかなくなってしまいました。これっていうのも背負うべき責任だし、かっこいい自動車、良い自動車作りました。でもその自動車が垂れ流してしまう排気ガスですとか交通事故はやっぱり自動車メーカーとして背負わなきゃいけないことなんです。ということで第一には恋であろうとなかろうと自らが社会に与えている影響。そして第二には自らのありようと関わりなく社会全体の問題として生じるもの。例えば人種差別の問題、人権の問題。そういったような問題というのは結局人を雇っている分には我が社として今は問題なかったとしても社会として一様に解くべき課題として全ての社会のリーダーに降ってくる問題です。そして今日の社会のリーダーというのは要するに経営者でしょ、オピニオンリーダーさんでしょということであれば、自らのありようと関わりなくそうして社会として問題提起されたことに対してあなたは明確に私たちはこのように考え、このように行動するのだ。ポリシーを持って動かなければいけないだということになります。そして第2のステップとしては、続いて解決策ですね。それぞれの問題を整理した上で、これが我が社として優先的に解くべき問題である。このような問題の整理を行った上で、次にはその問題に対して解決策、どのような解決策を取りますか、考えていくべきだと。ただし、ここで大切なのは、いきなり具体的な解決の方策を考えるのではなくて、トップマネージャーとしては大きい方針として、我が社として取り組むのか、それとも委託をして他の会社に解決をしていただくのか、あるいは解決を諦めるのか、どのようなポリシーを取るのか、大きく方針決めをするのが第一です。ここにおいて、4つの大きな方針のあり方というのが出てきます。第1話、もう第1話、まずこれです。これやめても問題ないよねと。これやめたところで我が社の事業活動に何らの影響ないよねということであれば、そういう問題ならば即座にやめなさいと。当たり前なんですけども、言うても事業活動の中では気がつかないうちにこれを継続してしまっている可能性がある。なので問題をリストアップした上で、これもうやめてもいいやと。パチッとやめたところで、全く問題ないというものであれば、パチッとやめて悪影響ある取り組みを一気にゼロにしましょうと。ゼロにするのが一番ですよねということなわけです。しかし、結局この事業プロセス上どうしてもやめることは困難な活動、こちらのが大半なわけで、そうであるとするならば、この第2のアプローチは悪影響をどうやって減らせるのか、減らすための具体的な方策の検討に進みなさいということになるわけです。排ガスを出してしまうとか、どうしても製造活動の中でいろんな廃棄物が出てしまうとか、そのようにどうしてもこの業務プロセス上排出してしまう、生じてしまうことが避けがたいようなものであれば、それをどうやって減らせるかこそ考えるのは企業の経営者としてやるべき義務だということになるわけです。そして第3にはです。もしその解決プログラムが
経済的にサステナブル、すなわち収益を上げられる事業として回せるのであれば、それは必ず事業化しなさいと、このように言うわけですね。その廃棄品をうまく使ってビジネスをすることができたら、あなたが起こしてしまったそういう社会的な悪影響のあることを上手に経済的な仕組みの中で解決する手段を、もしあなたが作ることができたならば、それは非常に優れたイノベーションだろうというわけですね。まあもちろん残念ながら、その廃棄物をうまく使ってやった事業もまた別の悪影響を及ぼしてしまうのかもしれない。だけれども、そうやって解決解決解決と、なるべく経済的にサステナブルな形で解決を図っていくことを通じて、社会はちょっとずつ良くすることができるのだ。これがドラッカーの考え方です。かくして解決プログラムの商業化というのは積極的に考えていく。なぜならそれでお金が回っていけば継続的に解決が可能になるからです。そして第4にはですね、いずれも困難であるな、この 1,2,3 のいずれも困難であるならば、解決能力を持った他社の協力を仰ぎましょうと。その他社に対して委託料を支払ってでもいいし、あるいは政府であるとかボランティア機関としてそれを行っているようなところがあれば、そういったところの協力を仰ぐ、寄付をしたっていいし、税金を出したっていいわけです。いろんな形があり得るでしょうと。このような形ももう一つ責任の取り方なんだということですね。自分たちの力で上手に解決できないことなら、より上手に解決が可能な持ち屋なわけです。その専門家の人たちに解決を図るためにこそ、でも責任を負ってるのは自分たちですよ。自分たちがなすべき責任であるなら、その専門家たちに寄付をする、税金を渡す、あるいは対価を支払うという形で、解決能力を持った人たちとの協力関係を通じて社会課題の解決、あなたが解決しなければいけない課題はこのようにしてでも解決できるのだというわけです。このような形で、決してドラッカーはその問題から目をそらすことなく、この4つの手段のいずれかを通じて、必ず企業はその企業体としてなすべき、果たすべき責任をこなしていかなければいけないというふうに述べてるんです。そしてここでドラッカー名言が出てくるんです。これ知っといて損はない名言です。本当にドラッカーのオリジナル名言で、これは知っておきましょう。最後の最後の、この一連のセクションの最後にドラッカーはこのように述べています。知りながら害をなすな、 not knowingly to do harm という言葉なんですけど、まあ実はですね、元にしたギリシャ哲学者の言葉はあるんですけども、それを現代風に修正してドラッカーのオリジナル名言なんですが、まあ、not knowingly to do harm。 なかなか日本人がパッと見るとどういうふうに読めばいいかわかんないと思うんですけども、 not to do ですよね。何々するなという命令文だけです。 not to do harm、 決して害をなすな、 knowingly、 知りながらということで、あなたが気がついているのに、知っているのに害をなすなんていう、そういう人になるなと言ってるわけです。企業の社会的に責任がどうだとか、企業として倫理観を持つべきだとか、そういうことの前があるだろうと。あなたは人間なんだと。あなたはあなたとして人格を持った、あなたとして倫理観を持った、あなたが社会の責任を負っている、一人一人が責任を負っている、これからの未来を作る一人なわけでしょうと。そういう人間として、あなたとしての人間性を回復してください。一人一人がこの社会のリーダーなんだから、あなたが自分の信念に沿ってこの社会にとってどうあるべきなのか、そのように考えていけば、何も先ほどまで述べてきたような複雑な論理なんかを展開する必要もないでしょうと。決してマネジメント手法がうんたらかんたらではない。あなたは一人の人間として、あなたとして気がついた問題に対して知りながら害をなさないことです。このような気高い人間性こそが問題解決の本質なんだと、このようにドラッカーは述べてるんです。そんなわけで、このドラッカーのメッセージ、どうかしっかり受け止めていただいて、そう、未来を作る一員として、ぜひ、あなた自身が企業のなんて言わずに、社会的責任ある行動を取っていくようにいたしましょう。